今この辺ね。反応はするけどさ、まあ目に見えないっていうのもあるけど、あ、あそこから登れそう。あそこいいかな。今落ちるとスタミナが持つ気がしないっていうね、あれがあるので、ちょっと今上渡ってみてるんですけど、お、ここなんか渦巻いてるというか、面白いね、なんかこう水の流れ。すごい反応が。お、コログ発見。寒いかな、ここ。この上って多分この服で渡れるよね。寒い？寒いか。オッケー。食べよう。あ、いる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 。え？足りないの？レベル1じゃ。この辺に降りよう。この辺に降りて。あ、今ひんやりマスがあったね。待って、これじゃない？待って、待って、待って、あー、消えちゃった。なかなか、なかなか難しいぞ。あ、あ、いたいたいた。おお、取れた取れた。これはもう、私割と死を覚悟します。え、私魚取るの、下手ですかね見えづらいし、若干。こっち？こっち？うん、ごひんやりますじゃない？どっちどっち？消えた？あ、こっち？死んだらこの上に上がれたから。ついでだし。ウィース。そろそろ武器拡張できそう。そろそろできるっしょ。なかなかいないね。ビリビリマスがこう太刀魚的に。マックスサーモンじゃない、いないね。わあ、めっちゃ寒そう見てよ、そら寒いわ。よし、これで寒くない。まずマックスサーモンは3、4匹取ったかな。状況がとりあえず無事を伝えてあげようだったんで来ました。うん、見つけましたよ。うん、あ、もしかして終わりマックスサーモンあげなくていいのか。そっか、じゃあいいか。うん、なるほど、なるほど、確かにお買い物してた。
じゃあ別にこれ私が取ってこなくてもみんなが集めてる系なのかな。オッケーオッケー。まあでもサーモンを取るのは難しいっていう知識が増えました。いやー大変ですぞい。この子が食べたいんだよね。お、ヤギのバター買えた？うん。うん。高いとこでお歌の練習。はいはい。入り口にある小さな池。狩り場まで教えてくれるんだ。ああ、いやまあ別にいいですよ。早とちりはね、別にいいですよ。入り口にある小さな池ってここ？こんなとこにマックスサーモンいるの？ほんとだ、いる。で、いけすなの？なんだ、さっきの私の努力何だったんだろうな。まあ、いえ、まあ、いいんですけど。うん、そいや、そいや、取ったぞ。うん。うん、はーい。大変だね。もういない？ここがちょっと深いのか。こんなところがあったとは全然知らなんだ。高いところで歌ってるとのことなので、とりあえずまあバメ堂付近からじわじわ降りつつ、はい。開いた。これじゃない？あ、やっぱり。あ、めっちゃ歌ってる。かわいい。ずっと見てられる。はい、ただいまお聴きいただいた曲は「海潮沈めし勇者の帰還第1楽章」でした。まあ確かに作れないからこそそういう風に言うみたいな。それでは、タバンタ小麦、マックスサーモン、ヤギのバターを料理します。マックスサーモン完全回復プラス4。美味しそう。泣きそう。美味しそすぎて。早く早く、サーモンムリエルが食べたい。うん、うん、そうだよ。すごい嬉しそう。好きなのかな、そんなに。まぐまぐ。そうだね。恥ずかしいのか。なるほどね。まあ気持ちがわからんこともないね。うん、そうだね。てかね、人ってね、そこまで気にしてないよ。はい。お、向かったようだ、だって。高いとこから行けると楽だね。わー、5色揃ってる。かわいい。こっからお姉ちゃん？こっからこっちに向かって若くなるのかな？うん。知りたーい。あ、いきなり、いきなりメインに話しかけちゃった。しまったな。うん。あー、そっか、55だね、確かに。
乙女の歌声とともにその岩風を受けて歌うとき、勇者の道に勇者に道を示さん。うん。転ぶのうちは爆発寸前。ポイしなきゃいけないの、転ぶのうちわのために。これ歌ってんのかな。同じやつかなこれ。え、覚えなきゃいけないのかなこれ、もしかして。青4531に、オッケーオッケー、4534534、なんだっけ、45312。ウルボザの怒り、いつでも放てるよ。よし、じゃあメインに話しかけるよ。ありがとう。じゃーん、コログのうちは、あー、そういうことね。オッケーオッケーオッケー。あ、で、確かに上に番号みたいな振ってあんね。この子が1なの ?1? やっぱお姉さんから1だよね。45312? そ、外側から、4。もしかして今2回やっちゃったからダメだった。これ石、ん、歌声とともにその岩風を受けてだから、一緒にやんなきゃいけないのかな。でも歌わなくなったね。あ、ここからじゃん。よし、オッケー。久々だね、こうやってほこら出すの。いいね。ありがとう、君たちのおかげで。リンク団ドヤ立ちである。びっくりするよね。あれれ、あんなとこにお家あったっけ。族長様が言ってた祠だよ。あったまいいね、こっつ。すごいすごい、兄弟間にこんな秘密があったなんて。理解力すごいな。状況対応力、うん、かわいい。かわいいね、君たち。あ、しまった。取り損ねた。うん。飛んで帰るの？あ、競争する。いいね。じゃあ、よーい、スタート。はい。あー、あららら。どんまい。あ、かわいい飛び方まで。癒される。鳥は可愛いよね。うちもね、大花インコ飼ってるんですけど、まあ大人になって飼っちゃったからさ、触れないんですけど。まあ鳥はいいよねっていう。祠が溜まってきましたな。早速ウータドの祠、さっき解放した祠ですね、やっていこうと思います。あ、そんなに高いの？あ、待って、めっちゃ高かった。あ、回復するのか。あ、そっか、使わないのね。
いきなり上がってよかったかな。狭いとこ好きじゃないぞ。でも珍しいね。こんな。びっくりした。びっくりした。すごいびっくり。ああ、あ、ミスった。ああ、びっくりした。とりあえずここに落ちるじゃろ。で、向こうからこっちに風が吹いてるので、あれに当たらないように、行くじゃろ？怖いよー、もう、心臓に悪いよー。すごい今のでテンション下がっちゃったよ。なんかすごい、すごい、意地悪さを感じるんだけど。わかる？あ、難しいね、これ。難しい。あんまり、マグマに落ちるの嫌なんだけどな。リンクタンがかわいそう。こっち難しいよ。あ、いきなりミスった。あ、ミスったけど、なんとかなりそう。あ、ぐの。ふぅ、なんでしょう。小さな鍵です。あ、これ終わりか。ちょっと宝箱をセンサーしときましょう。宝箱はあるようです。 OK。 こっちは変えるルート。これ登録し忘れたやつだ。怖い。あ、待ってな、飛ばされない。あれ大丈夫か。登録してた。こういって、宝箱もうないっぽいね。じゃあゴールへ向かいましょう。こっちか。おい、あ、終わり。心臓に悪いというか、すごい意地の悪い感じでした。すごいなんか制作者さんの遊び心が感じられる。隠されし風の道、シャタワの祠。リトの村の北の側ですね。をやっていこうと思います。高い。隠された、なんだっけ、風の道。もうなんか音するよ。待って、あー、もったいない。今今刺したでしょ。あ、待って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 、すぐ素材取るよ。はい、取れた。はぁ、一個なんか落ちた。歯車っぽいんだが。ほい、50ルピー。 OK。 こう側に行ってよい。行って行きまする。ミスいました。カット。よし、急がず騒がず。ほっ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 。宝箱、多分大丈夫。右側にありそうなんだが、あれなんだが、で、こっから上が謎解きルート。なんだっけ、隠されち枯れ勢の道だから裏にあるのかな。
思い切る、思い切れた。あ、待って、間違えたボタン。え、じゃああれどうやっていくの？ちょっと行ってみようか。じゃあ、あー、行けないですね。なんか小技あるっけ、ここからはいけないもんね。戻ってくるのに地味に手間取った。ちょっと行ってみて、もしかしたらあそこから飛べたりしないかな。おお、いけそういけそう。よいしょ。ほぎで祈り子さんあっちいるから、祈り子さん何さん戻るです。あー、逆だったかもしれない。よいしょ。なんか方向感覚が分かんなくなる。よいしょ、 OK です。テレレレレレン。狙うは刹那。なんだそれ、竿用の祠。刹那、ここですね。楽しそうな人がいる。狙うは刹那。これはどうやって動く？これあれだよね、ここがゴール。狙うは刹那。あん中に入れたいのかな、前の。ずらして前に行かせるってこと？狙うは刹那。です。お、落ちてきた。ほい。オッケー、どーん。でこれ通るじゃろ。あ、ミスった、ミスったけど全然いけた。パーズ嬉しいね。てか私今思ったんだけどさ、これリーバルのじゃないか、ゲルドか。これ使おう。お、びっくりした。でなんか今さ、あ、待って、矢回収していい？一本でも大事なのだ。よし、なんかこの辺に、あったあったあった、これ取ります。よいしょ。あー、微妙にいけない。でもあれ磁石だから、え、つまりどうしたらいいのかわからない。だってここテレレレレレレンって開けなきゃいけないでしょ。これ再利用するわけにもいかんし。あ、これ取り方わかった。これ切る。頑丈ですの。オッケー、これを何？
めっちゃいいね。ちょっと待ってね。わあ、もう弓も拡張したくなってくるじゃん。大足はね、使っていきたいんですよね。耐久か。ゲルドなー、遠くのものでしょ。これ早くなる。オーケー。あー、もう本当にごめんなさい。もう本当にこれ超いいものだと思うんですけど、ちょっとなんだろう、物に分けるんだったら選択肢がこうなってしまう。20か。まあ最悪王家の実はアミーボから出る可能性があるので良いでしょう。でこっちが分かんないんですね。狙うは刹那でしょ。宝箱は取ってますね。狙うは刹那。刹那狙ったつもりですけど、まだ狙うものがありますかね。録画止めた瞬間見えた。これだ。あ、行くのかと思ったらスイッチだった。おお、びっくりした。よし、クリア。8分かな。